シーダーヒルズはアメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡に属する地域または国勢調査指定地域オレゴン州道217号線と国道26号線の交差付近に位置する1961年の設立当初シーダーヒルズはアメリカ合衆国西部で最も大きな単一住宅団地であったもともとワシントン郡の非法人地域である シーダーヒルズであるが、一部の地区はすでにビーバートン市に吸収されており、残りの地区も軍の同意によって2010年までに移動しに吸収される予定である。しかしながら、シーダーヒルズの住民の多くはこれに反対している。シーダーヒルズの所有地は、シーダーヒルズ住宅組合によって運営されている。2000年現在の国勢調査によれば、シーダーヒルズの人口は8949人で、 ある。シーダーヒルズは、北緯45度40分15秒、西経形122度48分25秒に、一致している。アメリカが州国国勢調査局によれば、同地域の面積は6 0ートルで、6 0ートルが陸地、0.43%が水地である。2000年現在の国勢調査で、この地域は人口8,949人、 3749世帯及び2361家族が暮らしている。人口密度は1495.8平方キロメートルである。656.2平方キロメートルの平均的な密度に3926件の住宅が建っている。この国勢調査指定地域の人種的な構成は白人83.28%。 アフリカン・アメリカン1.32%、先住民0.57%、アジア4.78%、太平洋諸島計0.35%、その他の人種6.05%、および今月、根結3.65%である。人口の11.21%はヒスパニック、またはラテン系である。3. 749世帯のうち28.9%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、49.4%は夫婦で生活している。9.8%は未婚の女性が世帯主であり、37.0%は結婚していない。29.0%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、9.0%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.39人であり、結婚している家庭の場合は2.94人である。この地域内の住民は23.0%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.7%、25歳以上44歳以下が33.4%、45歳以上64歳以下が23.4%、 および65歳以上が12.5%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は98.4人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.8人である。この地域の世帯ごとの平均的な収入は48,200米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は56,401米ドルである。 男性は42,293ベイドルに対して、女性は29,922ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人当たりの収入は26,812ベイドルである。人口の6.5%及び、家族の3.9%の収入は貧困線、以下である。全人口のうち十八歳未満の7.8%、及び十五歳以上のントは、 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。